あれなんかこの手の感じどっかに見たことあるぞ俺。あ、ゴミだぜ。死ね。ゴミ。あ、これはわかる。鬼コンボと同レベルのゴミ。怒りの一撃だ。撃だおら。さあ、7戦目。敵のレベルが一気に増量しますよ。うわあ、来ちゃったー。これ終わった説あるぞ。さあ、この強力無比なパーティーどうやってくれましょうか。下手するとこれは大会モードの龍太とかと並ぶぐらい強いんだよな。スペックだけ見れば。ナイトリッチがいるのと新ハヤブサが向こうにあるだけで全然違ってくる。さあ、どうする？どうする？これ、HP が若干負けてる時点で、やっつけが負けしそうなんだよな。ナイトリッチが向こうにいるのもちょっと嫌だね。聖女の盾がどこまで輝いてくれるか？どっちも特技だし、ナイトリッチは。スターレット何点だ？まあ、悪い打点じゃない！よいしょ！いいね！いやー、まあでも、これでも打撃対策上か。よしよし、扇風券逃げてくれんなら大丈夫だ。ハヤブサが一番怖い。まあ、扇風券もね、ゴーレムが弱点取られてるから、いいことではないんだけどね。うわぁ、やっつけ負けしそう。暗黒ゾーンこれ誰に飛ぶの？主人公じゃないの？ガード！よし！外しやがったあいつ。はやぶさ切り、どういうこと？お前らもしかして今回やるんじゃねえか。え、こいつらもしかしてやるんじゃねえか。回避率はあんまない連中だ。いける。攻撃するぞ。ほら。威力ある、威力ある、威力ある。威力いい、威力いい。で、黄金のオーラはぶち込んでくれ。ナイトウィッチに。ニックギナイトイチぶち込んでやる。オッケー、いいダメージ全部。よし、ここだな。ニックギナイトイチを打ち倒してやれ。こことりあえず勝たないとやばいね。勇気加速されて負けるもんね。よし、オッケー、最大取ってるよ。あとはちゃんと AB 連打ができれば大丈夫だ。よし、オッケー。とりあえずハヤブサギ連打による勇気負けはなくなってる。ほとんどこれで。よしよしよし。暗黒ゾーンね。これで飛ばされるのが一番やばいな。主人公！うわーお！暗黒弱点だしね。まあ、飲み込まれなかっただけ。えらいえらい。火炎の息か。どんなもんだ？火炎の息って。あーまあ、平均打点食らってんな。あとこっち遅いな。やっぱり。やばい。やっつけ負けするかも。やっつけ負けが一番厳しいね。お！これ入ったか？入ってない？来たー！麻痺！麻痺来たぞ！来た！入った！麻痺！いい、いい、いい、いい！これやっつけ負け、やっつけ負けを防いでるかも。うまいこと。いい感じ、いい感じ。マジでいい感じかもしれん。うまいこと、耐えることもできるかもしんないね。この麻痺、1麻痺でかい！まあ、ナイト1。何使うんだっけ？ここのターンに使ったんだよね。何使ったっけ？よしよしよし、マリベル天使がそうだ！こいつらマリベルだ！まあ意味がない。全く意味がない。あいつら全員打撃対策あるからな。本当はドルマ付けにしてやった方が早いんだけど、バトルレックスを。まあいいやん。主人公人気だ！これ会社入ってるか？もしかして。はい！違う！ただ単にブレただけ！いいよ。しっかり当てれば。しっかり当てて、とりあえず勇気回収していこうか。それまずい！いやー、天空の盾あるもん、そこ。そこ行っちゃダメだよ。黄金のオーラ。ナイトリッチに、ぶち込んでやれ！外れたわー。まあでも次のターンに勇気が溜まると思うんだけどな。頑張れ！まあでも打撃耐性はゴーレムもあるから大丈夫。それなりにある。出たー！シン！はやぶさん！やめてん！ゴールド版、2回だか？あ、大丈夫だった。これさ、次のターンにまで耐えればいけんじゃねえかな。次のターンまで耐えれば勇気溜まっていけんじゃねえかな。天使ってもう確認したし、怖いのは暗黒ゾーンに飛んでくことだけやね。耐久ラインもちょっと危ないけど。いったー！これ2回判定だ！ちやー！これが2回判定やばいな。これが2回ってもう頭おかしいんだけど。これナイトイッチの暗黒ゾーンで飛んでくとやばいね。いや！おらないな！うおー！お前もか。しっかり全体攻撃2体以上当てれば勇気は回収できる。いける。いけ。第一の怒り炸裂。2体、大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。勇気溜まった、勇気溜まった、勇気溜まった。これターン耐えれば勝ちだ。
これで勝ったら本物だぞお前ら。よし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 、ちゃんと水準程度当てれば大丈夫だ。よう受け取んなと思うけどさ、そりゃそれよう受け取んなって思うよ。俺もなんかよけどんなって思うよ。でもちゃんとこのターン耐えれるか。暗黒ゾーン通行とかなしだぜ。よし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 、ね、待ってよ、早めすぎるもんな、早めすぎるな、まだえ、おーいしおおすげえ。ちょっと待て、ちょっと待て、想像以上に頑張ってる。よくも我が同胞を今まで苦しめてくれたな、ナイトリッチ。その痛み思い知る。いくぞ、山のように大きな魔人、いけ。よし勝ったすげえ、こいつは本物だ。さあなんだかんだ8戦目まで来ました。本物ですねこれ。もうあーやっべ、これ最悪のバーターンで2ターンで勇気たまるっていうとんでもないパーティーじゃねえか。CPU 補正と光の弾でしょ。やばいな、かなり早めに仕留めないと。耐久力はそこまででもない。ただ、早めに仕留めないと、CPU 補正と光の弾を使ってくるんですよ、あいつは。森園1で勝つ。それの相まって、まあ、運負けする可能性は大いにあるっていうやつですね。はい。まあ、どうだろう、ドラキーに全てが左右されてんな。つばせりもできないしね。いや、まあ、1のモンスターが集う中に、どんな戦いができるかですよ。最悪2ターン。3ターンの猶予はある。ギリある。だからそこのボーダーまで削ってくれればって感じだね。噛みつき！まあまあまあ、オッケー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 。大丈夫大丈夫。とりあえずこっちの攻撃がどんだけ当たるかだな。痛いなもう防御してくれよ。うわぁ。待機を貫く！よいしょ！よく当てた！よく当てたな、お前。多分自覚次第だね。すでにさまよう鎧とドラキーがスーパーの方で飛んでくれると思うんで、ちょっとこの辺りで、擦っていきたい。オーケー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 。この打点を擦れるんだったら大丈夫だ。で、あとは、ゴールドンだね。まあ、こいつは大丈夫。うん。そんなに、無害じゃない。守備力下がる程度だから、無害無害。今回こいつへ求められてるの、DPS チェックだから、よくある。DPS チェックを求められてる。俺らには。黄金のオーラ発射！当たったー！よし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 。これだったら、こっちでよくない？で、ちゃんと乗せれば、怒り魔人で いけるから。怒りの魔人でいけると思う。ちゃんと。ちゃんとこのターンに乗せてほしいけどね。はい、スーパーノーハの。よし！いいよ。900。700ぐらいまで削ればいけると思う。250、250です。200ぐらいだと思うので、ちょっとちゃんとそこまで乗せてほしいね。頼むぜ。二人とも。いけ、第一の怒り行くぜ。うーん、まあ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 、オッケーオッケーオッケー。まあ、次のターンにかけるしかないね、これは。まあ、さすがに溜まってねえと。モンマスで2ターンで溜めるのって、結構ね、至難の技なんですよ。バトマスでどっかの、なんかね、トラさんとか、使いさんを使うと2ターンで溜まるんですけど、いくら CPU 補正を重ねても、1通行じゃさすがにって感じかな。ラリアット！よし！リーサル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 いけ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 よっしゃ、オッケーわかりやすいね。だから。DPS チェックは求めたとか。さあ、ラストを決めてよ、俺は。いくぜ、魔人召喚、怒りの一撃だ、オーラ X！ あれ？やっぱりもしかしなくてもこれ強いんだね。さあ、9戦目。まさか、よもやここまでやると思わなかった9戦目だよ。で、おやっべえぞ、これやべ、こっち呪文使うやつ何一人いねえぞ。あ、いや、これやばい、詰んだ、終わったか終わってる。やべえな。この曲が今、鎮魂歌に聞こえるぞ。これね、めっちゃ勝利っす。おはぎ派生のパーティーの一つ、おはでです。どういうことかっていうと、このゲームって呪文とかブレスって、まあ、攻撃部類としては貴重な部類に入るんですよ、もはや。そんな中、属性耐性がね、打撃耐性と、強固がデスゴーゴン。呪文が一匹でもいれば、事故は防げるんですよ。呪文が一匹でも事故は防げます。そこを大目玉とはぐれメタル避けて、こっちが物理しかなかったら、ほぼほぼ完封ですよ。確かに。今、アストロンしなかったけどね。オッケー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 。それやったら、それやったら、どこ吹っ飛んの？それ、ハグリンやくっそ、大目玉が、大目玉逃亡してないっていう珍しいパターンだな。お、オッケーオッケーオッケー。このターン、稼げるぞ。
相手の思考次第だね。相手の AI 次第だよ、多分。相手の AI 次第で完璧な行動を選ばれたら、これ普通にやっつけ負けあり得る。デスゴーゴンも自己フラッシュしてくるからさ、こっちのパーティーはちょっと相性悪いんだよな。まあでもこっち闘技振ってるから大丈夫だと思うけどな。OK! 外した !OK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 。さあ、このターンちょっと稼ぎたいね。黄金のオーラで。ちょっと多め玉を打ち抜いてくれ。多め狙いは多めだ。よいしょー、素晴らしい。あいつが逃げてないんだったら、あいつが唯一スーパーサー110程度だから。いや、コークスクリューブラウンステーナー、よいしょー、よく当てたー、よく当てたね。これもうね、ワンチャン狙ってった方がいいよ。こればっかりは全体攻撃なんてこすってる暇はないわ。デスゴン買ってーもん、ハグメタも。何使うっけな、あと SP。あ、出たー、アストロンしちゃったー、アストロンされちゃったー、いったちょっとそれは、それずるいからやめて。うわー、こうなると。やばい、きつい、きつい、きつい。これさ、ゴーレムの判断力もそんな高くなかったでしょ？ゴーレムの判断力も悪いから、多分逃亡方向に向かっちゃうと思う、勇者も。デスゴーゴーに行ったとしても打点は低いしね。よく当たった、よく、まあまあ、そこ行っただけでも偉いよ。オッケー、素晴らしい、すげえ。それは、お前ら持ってる。え、やるんじゃないのこれ、もしかして。それダメ。さあ、ゴルドン。お前は割と賢いんだよ。てか。なら、デスゴンには撃ってくれるとは思います！さすがに。いや、外れたけどね。どうだろう。勇気溜まってっかな。痛恨1回か。勇気溜まってっかな。1外ししてるからどうだろう。まあ、もう1ターン様子見よっか。さすがに。で、4ターン目にリーサルが通ると思うんすよ。そこまでね、理不尽な勇気補正はされてないと思うけど、光弾使えない限りね。ギガデインだよね。そうだよね。こいつ確かギガデインなはずだから、このターンにご利用されるってことはあんまないと思うんだけど、ヒットアンドウェイ痛恨、アストロン痛恨、踏み潰す痛恨で死ぬか。あー、アワインされてんねー。あ、特技だけでガードしてほしいな。オッケー。それでかい。すっげーでかい。で、うまいことデスゴーゴンに、ちょっとだけでも、あ、ここで動くのでかいな。勇者の AI が倒せます。はい、せーの、どこそれ !OK! まあ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 、仕方ない仕方ない。そこを狙うのは仕方ない。おお、オッケー、勝った、これはいった。なんだったらここで行くか、ゴールドウン、光のロケットパーンチ。よく行ったね。あれ、これいけんじゃねえか。次10戦目だよ、お前ら行くんじゃねえか。いや、もうここまで行ったら行ってくれ。さあ、10戦目まで来ました。なんとこのパーティーが。嘘、5戦目ぐらいで終わったのに。さあ、ラスト風林火山。うわぁ、やばいよ。滅魔さん欲しいよ。やばいよ、助けてくれ。相手にとって全く不足なし。ただし、向こうは風林火山、そしてドルマがあるんですよね。勇者を打ち抜ける。正直、やっつけ負けする可能性は大いにあるね。向こうのシーバーデビルもね、会心率高めで、かつ麻痺の暗黒の爪だったけど、漆黒の爪か、振ってくるし、同じバトマスと、バトマスこっち勇者か。やべえな、これ。めちゃくちゃいい勝負になりそうだ。あ、よく打ってたね、すごいね、自覚持ってる、この自覚の持ち方は尋常じゃねえぜ。風林火山、返された。うぅ、風やばい、それ風、風、やばい、やばい、やばい。実質痛恨だもん、今の、もはや。耐久を貫く、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、しっかり当てれば大丈夫だ。打撃は持ってんのは一体だけだな。黄金のオーラね、でも割と打点にはなるよ、当てれば。当てれば、頼む、よし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 、ちゃんと当ててれば大丈夫だよ。いい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 。でも向こうはドルまでね、勇者の弱点つけちゃうんだよな。やっつけ負けしそう、このままやと。せっかく会心出したのに、1会心が無駄になる、このままでは。マジでか。やばい、出た、漆黒の杖強いんねん、それ。会心図も高い。さながら。いや、主人公、うん、ガードして欲しかった。いやー、パッと見やっつけ負け。どっちが勝っても、おかしくね。でも、お前らよくやったよ。ここまでやれるなんて俺思わなかったぜ、君たちのこと。やっぱり、オリコンボって適任だったのか。強すぎず弱すぎる。だから、この素材は割と強いかもしれん。うわぁ、やっべぇ、やべぇ、やべぇぞ、これ。負けんのか、俺終わんのか、ここで。
え、俺ここで終わんの？メイクアップ。え、俺ここで終わんの？え、俺終わんのか？ここで。やばい。すいません、負けのパターンが来た。やばい。やばいぞ、これ。なんだったら普通に削り切られるまであるんだぞ。いや、ワンチャンある。まだだ。で、つばずり合いしたから。まだ。まだワンチャンある。全然ワンチャンある。頑張れ！頑張ってくれ！怪奇を貫くコークスクルブロー！よくそっちに行った！よく当てたな、お前。にしても。さっき、灼熱の叫び。そうそう、メイクアップは無駄になった。少なくとも今ので。メイクアップ疾風陣雷っていう最悪のパターンは回避したね。まあまあまあ、オッケーオッケー、オッケーじゃない！ひぃー！大丈夫かな？黄金のオーラ！いけ、ロケットパーンチせーの！よし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 、いい勝負だ！めっちゃいい勝負だ！やばい。でもこのターンに、怒り魔人召喚は無理があるよな。これ、このターンに死ぬか？やばいな、風林火山選んでるな、あの感じだと。やばいぞ、これ。いやー、さすがにやっつけ負けすんのか？避けて欲しかったー！避けて欲しかった！やばい！え？風林火山！ちょっと待って！え？え？お？え？あ？え？お？え？待って待って待って。え？あ、あ、危ない！あ、予報する！あ、あ、おーと、相手の攻撃！え？メラミです。あれ？え？あれ？これゴーレムに飛べますよね。ですよねー！頑張った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 